応募してくださった皆様、各小学校の関係者および保護者の皆様、 NTT 東日本千葉事業部長の酒井でございます。日頃より弊社事業運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 NTT 児童画コンクールは、絵画の学習を通して文化振興に貢献していきたいという弊社の考えのもと、千葉県様、千葉県教育委員会様、千葉日報社様のご講演をいただき、今年で73回目を迎えることができました。今年もあったらいいなこんなもの、みんなの未来の暮らしに欲しいものをテーマに、千葉県内の小学校および教育支援センターに絵画の募集を行ったところ、259校3479点というたくさんのご応募をいただきました。今年は10月5日に進歩審査委員長を含め6名の審査委員の方で審査会を実施し、最優秀賞4作品と優秀賞18作品が選出されました。表彰式は11月26日に京成ホテルミラマーレにて、22名の子どもたちとそのご家族をお招きして開催いたしました。子どもたちに直接賞状を授与させていただき、その笑顔を見ることができて、とても嬉しく温かい気持ちになりました。大変微力ではございますが、この NTT 児童画コンクールを学校教育の一助となるような活動にさらにさらに進化させるべく、これからも尽力してまいりたいと思います。学校関係の皆様、保護者の皆様にもぜひご理解を賜りまして、引き続き数多くのご応募をいただけますようよろしくお願い申し上げます。小学生の皆さん、来年も素晴らしい作品に出会えることを楽しみにしています。たくさんのご応募をお待ちしています。魚が喜ぶ姿を見たいからね。すべての町があったりがいいなと思ってこの作品を描きました。最近コロナが流行っていて、皆さんはなんか
苦しくなったりしてしまうと学校など行けなくなってしまって大変なので、これで吸い取って皆さんが笑顔になれたらなという気持ちで書きました。私は海が大好きなので、いつまでも海が綺麗でいたらいいなと思い、この未来図を書きました。今年は特にね、色が綺麗でした。はい、後ろを見ていただけば分かるんですが、鮮やかさ、これがどんどん増しているような感じがします。審査委員長の新坊郁夫でございます。よろしくお願いします。本当に喜んでいます。子どもたちがきっと多分楽しく描いてるんでしょうね、このコンクールはね。子どもたちの心っていうのはもともとやっぱり明るくて楽しくて、夢が多いものを持ってるわけですね。それが本当にこのコンクールの作品として出てきてるのかなというふうに思いますね。